ボルト！また、さっきと同じ。なんてやつだ。警告したよな。今度は下顎だけじゃ済まねえってよ。待て、頼む。悪かったよ、やめろ。息がくせえよ、豚野郎。どうやらフェーズ3に入った話は本当だったようだ。皮切ったら邪魔な木の葉の連中もろとも吹き飛ばしてくれたわ。できる子ね。よく見ろデルタ。
彼もまたできるようだ。ボルトが奴の攻撃を吸収して守ってくれたのか。てめえ、カーマのことを知らねえような口ぶりだった割にはずいぶんうまく使いこなしてんじゃねえか。知らねえよ。自分でも何が何だか分かんねえんだよ。とぼけやがって。これ以上俺を追っても死体の山が増えるだけだぜ。かえって奴にそう伝えるんだな。二つのカーマ、間違いない。確かに共鳴していた。次元がカワキにこだわる理由はこれか。もっと情報が必要だな。お前ら、いい加減イラついてきたってばさ。ちった人の話を聞けっつーの。ギャーギャーうるさいやつだ。くそ、こんなものさえ。おい、これはおそらくオーバーヒートです。え、それって先ほどの戦いぶりといい、もしや彼の体は。ちょ、片付けのおっちゃん。ボルト、大丈夫か。そういえば消えてんな。じゃあ、やれやれ、仕方ないわね。木の葉の子たち全員やっちゃっていいわよね、コジ。いいや、デルタ、彼らには手を出すな。え？どういうつもりよ、カッシンコジ。器を奴らに連れて行かせる気？そうだ、任務内容は理解している。器は必ず連れ帰る。だが今ではない。もっと情報を得てからだ。自分で連れてきといてなんだけど、ガローのバカがいろいろ喋りすぎたわ。木の葉の連中だけでも始末するべきだと思うけど。情報漏れなど今さら気にしても無駄だ。それこそ飛行船が落ちた時点でな。それに何を知ろうが知るまいが、所詮彼らはより大きな力に屈するしかないのだ。近く世界は嫌でも思い知ることになるさ。カラという名とその恐怖をな。まあいいわ。次元にも釘を刺されてることだし、あなたの方針に従おうじゃない。